アラン・コトック、アラン・コトック、アラン・コートック、1941年11月9日から2006年5月26日は、アメリカ合衆国の計算機科学者、ワールドワイドウェブコンソーシアムでの仕事を通した、インターネットとワールドワイドウェブへの貢献、デジタル・イクイップメント・コーポレーションにおける仕事を通した、情報工学への貢献、マサチューセッツ工科大学における、 コンピュータゲームとコンピュータチェスを通したゲーム関連への貢献で知られている。コンピュータ歴史博物館では2004年に自身の回顧録をビデオに記録した。またスティーブン・レビのハッカーズ、ヒーローズ・オブ・ザ・コンピュータ・レボリューションに登場している。1941年ペンシルベニア州フィラデルフィアに一人っ子として生まれ、ニュージャージー州南部のバインランドに住んでいた。 三歳になるとねじましでコンセントをいじるという危険を犯し、六歳になると電気スタンドを作れるまでになった。父の金物屋では鉄道模型に親しんでいる。その後二年飛び級し16歳で大学に進学した。2006年5月26日、自宅で心臓発作により死去。MIT で電気工学の修士号を取得。影響を与えた教師として、 ジャック・デニスとジョン・マッカーシーがいる。また MIT のテック模型鉄道クラブ、ハッカー、文化発祥の地の一つとされるにもところしていた。大学院生で TMRC の一員でもあったデニスは、リンカーン研究所の TX-0 を MIT の学生に無制限に使わせており、マッカーシーは、プログラミングの最初のコースを1959年春。 MIT の新入生向けに開校して教えていた。コトックは TMRC の仲間と共に講義の終わった時間を使って TX-0 をいじり、デニスのおかげでバッチ処理を通さず独占して TX-0 を使うことができた。1961年9月、DEC は休憩メモリとディスプレイ装置を備えた PDP-1 を寄付。デニスは TX-0 の隣の部屋に設置された PDP-1 を管理することになった。学生たちはサポートスタッフとしてその新しいコンピュータのプログラミングを行うことになった。1959年にマッカーシーの監督のもと、コトックらは IBM704 上でチェスプログラムの開発を開始した。コトックはこの仕事について MIT アーティフィシャルインテリジェンスプロジェクトメモ41に書いており、卒論のテーマにもしている。このチェスグループが1962年に卒業する頃には IBM 7090上で100回ぐらいチェスをしたことがあるアマチュア程度のチェスプログラムに上がっていた。皆はゲームについて詳しくなったが、コトックは後にコントラクトブリッジを好むようになる。 三回チェスの世界チャンピオンとなったミハイル・ボトビニクは、自身の著書コンピューターズ、チェスアンドロング、レンジプラニングで、コトック・マッカーシーのプログラムについて、動きを制限する規則がきつく、いい手を逃していると評した。このプログラムは、リチャード・グリーン・ブラッドに批評され、最近では、ハンス・ベルリネールからも批評された。ビル・ウォールは、自身のサイトコンピューターチェスヒストリーで、 この MIT のプログラムが世界初の賢いチェスプログラムだったとしている。スタンフォード大学に移った後、マッカーシーはソビエト連邦を1965年に訪問したが、モスクワ理論実験物理研究所のアレクサンドル・クローン・ロットの研究室で M-20 チェスプログラムの対局挑戦を受ける。 この世界初のコンピュータ同士のチェス対戦は1966年から1967年の9ヶ月間、テレグラフを介して行われた。クロード・シャノンが1950年に行った分類によれば、イテップ側はタイプ A に属する力づくの戦略、コトック側はタイプ B に属する選択的手法として分類されている。アルファベータ法による分岐判定狩りもしていないし、 ましてや、キラーヒューリスティックは、コトック卒業後に編み出された手法だった。結局コトック側は、イテップの弱いバージョンと引き分け、強いバージョンには負けた。グリーンブラッドは、コトックの MIT メモのコピーを目にし、次の一手の候補を生成するサブルーチンコディチェ1で、43211100よりも77の方がうまくいくのではないかと考える。1965年、 グリーンブラッドはこの考えに基づいた改良を行った。そして1967年、グリーンブラッドの作ったプログラムであるマクハックバイは、トーナメントで人間を任し、アメリカ合衆国チェス連盟の名誉会員となった。エドワード・フレドキン、PDP-1 の1号機を購入した、BBN テクノロジーズに一時期在籍したことがある、マッカーシー、ラッセル、コトック、サムソン、 ハーラン・アンダーソン、ゴードン・ベルは2006年5月、コンピュータ歴史博物館での PDP-1 再構築を祝う式典に出席した。彼らは TX-0 及び PDP-1 のユーザーは様々な世界初のアプリケーションソフトウェアを書いたと講演で語っている。パイナーはエクスペンシブタイプライター、高価なタイプライターを作り、これによって TX-0 や PDP-1 を直接操作できるようになった。ワーグナーはエクスペンシブデスクカルキュレーター、高価な電卓のプログラムを作っている。物理学科の2代目の PDP-1 ではダニエル・ L ・マーフィーがテコを作り、これが EMAX の先祖となった。サムソンは TJ-2 というページレイアウトプログラムを作り、戦争というカードゲームを実装した。 波形の計算の研究成果として、サムソンとデニスは TX-0 上でアルモニコンパイラを作り、これを使って PDP-1 向けに音楽をコード化した。コトックとサムソンはセーズプログラム T スクエアを開発、これはスペースウォーのコントローラにも応用されている。初期の PDP-1 ユーザーはプログラミングソフトウェアも作成した。例えば、 TX-0 からの変換を行うアセンブラは1961年に1週間ほどで作成された。コトックは TX-0 用デバッグがフリットを移植した DDT オンラインデバッグプログラムを作成し、後にテコのマクロ用にリスプインタプリタも作成した。1961年、コトックは DEC で PDP-4 向けのフォートランコンパイラの 開発を開始。次に PDP-5 の命令セット設計に関わった。ゴードンベルの率いるチームの一員として、コトックは最初のタイムシェアリング用コンピュータ PDP-6 の論理回路設計助手として働いた。DEC が PDP-6 で開始した36ビットマシンはリスプを使用する人工知能の研究によく用いられ、 IBM のメインフレームに対抗するものであった。1965年に西オーストラリア大学の PDP-6 とアメリカのボストンをテレックス回線で接続した。これは地球規模のネットワーク接続としては世界初の可能性がある。また DC は PDP-6 を操作するコトックとゴードンベルの写真を撮影している。 オーストラリアとの接続の話は、その写真の解説を参照。次に、主任アーキテクト兼デザイナーとして、p d p 1 0 d e a c s y s t e m 1 0 d e a c s y s t e m 2 0に関わった。コトックらは、d e a c s y s t e m 1 0がバッチ処理から、タイムシェアリングや、シングルユーザーシステムへの移行を促進したと、語っている。またコトックは BAX8600 の、 システムアーキテクトでもあった。バッ a x 8 6 0 0は1984年の登場時 DEC 史上最高の性能を誇っていた当時の一般的システムの4.2倍の性能。そしてコ o ッ o c は DEC で34年間働き、ストレージ、通信、ソフトウェアの分野のシニアエンジニアとなった。戦略グループの技術担当重役として、 インターネットビジネス部門の立ち上げに尽力、インターネットとウェブ技術を早い時期に採用、統合しようとした。こうして d c は、検索エンジンアルトビスタ、インターネットファイアウォール、ポータルサイト、ネット配信、ネット上の選挙速報などを生み出している。こうした目的の維持が困難な時期になっても、d e g は、インターネットとウェブ関連の開発をリードし続けた。しかしコトックは、 自身の興味と会社の方向性の違いを感じ始める。DEC は自社製品を売るための手段としてしかインターネットを見ていなかったのだ。例えば、ウェブコンテンツの小学決済システムであるミリソンとは、その機会を逃してしまっている。この時代のコトックの養殖は以下のものが挙げられる。バーレキャンプの提案で、 1975年から1976年の9ヶ月間はカリフォルニア大学バークレー校で論理回路設計を教えている。1978年にはクラーク大学で経営管理の修士号を取得。DEG と GC テックは初期の W3C メンバーであり、1995年ボストンで開催されたフォース・インターナショナルワールド。 ワイドウェブコンファレンスのスポンサーでもあった。コトックはサンタクララで開催された1997年4月7日の WWW6 でセレクションオブペイメントビヒクルフォーインターネットパーチャーセスインターネットでの購入に使用すべき支払い方法の選択という防腐会議の一種を主催した。1997年のエレクトロニックペイモンズ。 フォーラムではマイケル・ピマント・システムズについての講演を行っている。DEC 時代にウェブの可能性を理解したコトックはワールドアイドウェブコンソーシアムの設立にも関わっている。1994年初め、スイスのチューリッヒでティム・バーナーズリーとマイケル・ダート・ゾスは MIT に新たな組織を設立する件を話し合っている。1994年春。 コトックラ・ DEC 代表者はセルンのバーナーズリーを訪れウェブ開発のためのオープン標準を作成するコンソシアムの必ず性を話し合った。リーはウィービング・ザ・ウェーブでこの DEC との話し合いについて言及している。1997年3月には W3C の副会長となった。コトックは数百人もの W3C メンバーを勧誘し、 被害の一致する勢力を代表するようになり、MIT コンピュータ科学人工知能研究所にある W3C のサイトを管理し、彼は世界的規模のな W3C システムとウェブチームを率いて数百万ページを抱える W3C のウェブサイトとメイリングリストのアーカイブを管理した。またコトックは W3C ホスト会員組織 オフィスなどの契約関係も管理、インドと中国に新たな W3C の事務所を設立する県でも尽力した。W3C 管理チームや W3C 諮問委員会などとともに、途上国向けの会費の削減にも取り組んでいる。HTML に関する特許勧告グループも指揮し、W3C の特許方針策定にも深く関与した。 W3C の活動を構成していた技術と社会の領域を先導したと言える。当時の活動にはデジタル署名、電子商取引、公的政策、PICS、RDF メタデータ、プライバシー問題、セキュリティ問題などが含まれていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。